はい、どうも、ユッキーでございます。今日ですね、コクワガタの、様子を、まあ、見たらですね、このケースの中に入っている、このクヌギ伝説の、ケースなんですけれど、そこのですね、コクワガタの割り出しをして、2ヶ月ぐらいしかまだ経ってないんです。が、なぜか、この隅っこにいるですね、ちょっとわからないかな。で、ここにいるやつ、これがですね、なぜかもう羊化を始めたと。もうさなぎになってる。もうさなぎになってるんだよ。これどういうことだろう。これコクワガタじゃないという、もしかして別の何かのあれなのかな。コクワガタを全部ね、割り出しして8匹ぐらい、このクヌギ伝説の中に入れておいたんですが、なぜかですね、羊化し始めてる。どうなってんのと思って今動画を上げました。はい、ちょっとわかりません。まだ2ヶ月しか経ってないんだよ。幼虫になってから。幼虫の割り出しをしてからまだ2ヶ月しか経ってないんですよ。大きさは、羊化の、さなぎの大きさこれぐらいですね。これぐらいのやつ。なんだけど、早すぎない？え？コクワガタってこんなに早いの？そんなわけねえだろ。さすがに。でも明らかに幼虫じゃないんだよ。もう、さなぎの色してんのよね。もう茶色くなってて。それとも俺のあれなのかな。でも見た感じ明らかにさなぎなんだよな。さなぎらしき、洋室まで作ってるんですよ。洋室までも作ってるんですよね。おりゃー、どういうこっちゃ。わからん。ちょっと経過を見ましょう。ということで、報告です。報告でした。ね。それでは、ご視聴ありがとうございました。